久しぶり。オープン遅刻。もう誰も映画なんて作ってないんだからさ。乾杯しようか。そうだね。何？え？乾杯じゃなくて。店長って昔映画撮ってたんですか？叶わなかった夢とかそういうの。とっくに化石か。最後にエミが何を話したかなんて知りたくない。お前がエミと向き合わなきゃいけなかったって話だよ。それこそ今更言ったって仕方ねえよ。本気ですか？はい。リクエストは？こんなの撮って誰が見るの？俺だよ。俺が見たいんだ。エミはね、川崎君とも付き合ってたの。バカみたいに笑ってるお人形さんで女優じゃないって。今さら言うなよ。20年も前の。昔っから嘘つきだったよな。エミにこれ以上俺たちを縛り付ける権利はない。あの時いい絵撮れたよな。俺もだよ。あの日